2007年11月8日、突如としてこのような書き込みがなされた。昨日子供連れて実家に帰ってきた。旦那が義実家のトイレ改装費を子供名義の貯金から出す、というので喧嘩してしまった。子供の名前だけど中の金は自分の給料だし、実家に行くと便秘になるって言ってたじゃん。が旦那の言い分。確かに旦那の給料だけど、子供のために貯めてた金を義実家のトイレのために使うの？年に2、3しか行かないのに？大体長男が同居してんじゃん。何言っても理解してくれないので、通帳持って帰ってきちゃった。電話もメールも来ないよ。離婚かな？つづっと、表編、次男はっちゃけ病俺のターン。スレあります。そしてイッチは誘導されたスレに移動します。チラウラで書き越したけど、旦那、次男、に子供名義の貯金を義実家のトイレ改造費にされそうになりました。その時こちらを紹介されたので、こちらに。昨日旦那が帰ってきた途端。今度の土日に実家行こうよ。そん時に通帳と印鑑持ってって。と言われはてなはてなはてなに。詳しく話を聞くと。実家のトイレを新しくするからその費用を負担する。マイホーム貯金はお前の給料がほとんどだから。俺の給料入れてる子供名義の貯金からでいいでしょ？と。どこから突っ込んでいいのやらオーズ。なんで年に2、3回しか帰省しない私たちが費用を出すのか。同居してる長男、毒、や乙女、普段使う人が、出すべき。子供名義の貯金は子供のために使う。を言っても理解しない。反論は。だってお前が実家に行くと便秘になるって言ったから、お前のための改装なんだ。普段離れていて面倒見れないから、せめてこれくらいは。乙女まだ50代。子供名義でも入れてる金は俺の給料からじゃん。もうダメポで通帳印鑑持って子供と飛び出してきました。競技実家に費用は出せないと電話すると、トイレ改装を言い出したの私になってたオーズ。止め。変だと思ってたのよ。あの子、旦那、がね。嫁があのトイレじゃ嫌だから、金出すから綺麗にしろって言ってるっていうからびっくりしちゃって。びっくりしたのはこっちだよ。まだパンフ集めてて今度の土日に私にトイレを決めてもらうつもりで、工務店も決めてない状態だった。真実を話したら、止め平謝りだったよ。あのバカどうしよう。未だに連絡ないよ。一度離婚まで話を持っていけばどう？相手をしっかり締めないと、子供の貯金をいつか使うよ。ここで、とことん話し合って目覚めないようならまた、次の手段を考えたらどう？母ちゃんにそんな気を使わせるなんてなんて気も利かない嫁なんだ。俺がこの機会にちゃんとしつけ直さないと、頭を下げてくるまで放置して懲らしめてやる。捨てられるのが嫌なら謝ってくるだろ。なんて思ってたりしてね。自分が提案したらと断られるのわかっているんだろうね。こういうのを押し付けしても断られなさそうな人を持ってくるんだからさ。書き越した文読んで思ったけど、これははっちゃけというよりエネかな。すれち失礼しました。もう離婚を視野に入れて動くつもりです。子供のうんつきおむつも平気で買える子煩悩パパだったんだけど、どこでスイッチ入ったんだろう？このまま連絡がなければ、離婚届を送るつもり。もちろん白紙で。とりあえず職場復帰。保育園とアパート探さなきゃ。すれちなんで失礼します。貯金のことより嫁が差し出がましいこと言いやがったと乙女に嘘ついてたのがひどいね。週末にのこのこ実家に帰って乙女さんに竜宮に締め上げられてロミオメール送ってきそうだな。このすれでいいんじゃないかな。まさにご期待のターン。義実家からしてみればうちのトイレが気に入らない、金を払ってまでトイレを改造しると提案する別居嫁なんて最低なよね。読んでる限りではまともな乙女さんだけど、やっぱり旦那から話聞いたときは、はぁ、と少なからず思っただろう。なんか、こうやって嫁ずーと目の中に確実なくとも勝手に旦那自身が作っていくパターンもあるんだね。え、うこおむつを子煩悩なのか？俺も帰るけど、子煩悩じゃなくて義務感だよ。まあ、うちの子は日本一可愛いと思ってるけど、それは事実なだけだし。ちょうど別のスレでも、うこおむつ帰るパパ以来。テレス読んで驚いたよ。買えないパパが普通なのかって。ママだって最初あんこにひるむもんだ。でも自分たち親が変えてやらなきゃ誰が変えてやる。パパだって当然変えるよな。最初はひるみながらも、未だにそんなのは女の仕事だというパパと、それを容認しているママがいるのか。オーズ、翌日、昨日の子供名義の貯金を義実家のトイレに使われそうになったものです。皆さんのうんつきおむつ交換が普通だというレスで目が覚めました。
私の友人の間では、それがすごいことで旦那も褒められてニコニコだったんですよね。私の住んでるところは海家すれにたまに出てくる地域なので、何が普通かわからなくなってたんだろうな。多少迷ってたんですが、昨夜のレスで吹っ切れました。消えると言ったのに、また出てきてすみません。はっちゃけ旦那はどうしてんの？まだ旦那から連絡はないです。トネと電話した時、向こうからも叱って送って言ってたからもしかしたら、電話で叱られて拗ねてるかも。まだ連絡ないのか。どうしようもないな。さっさと捨てるが吉だね。頑張れ。うーわー、エッチ旦那絶対、嫁子が余計なこと言うからママンに叱られちゃったじゃないか。プンスコー、なんだろうな。嫁子が両親から感謝されるために言ってやったのに、嫁子のやつ、余計なことしやがって。だったりして。これリアルにうちの旦那が言ったセリフ。それから2ヶ月経ちます。以前次男はっちゃけすれに書き越したものです。子供名義の貯金を義実家のトイレ改築に使われそうになったんですが、あれからいろいろありまして、離婚となりました。旦那は私が実家に帰っている間に、浮気相手を作り家で家事をさせていました。そこに説教のため止めが突。浮気相手と鉢合わせで修羅場だったらしいです。浮気が決め手となり、慰謝料養育費無効持ちで離婚です。最後まで子供名義の貯金に執着してたのにちょっと笑いましたが、今はまだ保育園の空町で実家にいますが、仕事復帰もできて順調です。たまにロミオメールらしきものが来ますが、慰謝料養育費が分割なのでアドレス変更にちょっと躊躇してます。おつ、はっちゃけプラスプリンプラスマザコンプラス金の亡者プラスその他もろもろから完全勝利おめでとう。面倒は弁護士に任せてアド変更しちゃえば、連絡つく状態にしておくとうっとうしいよ。覚えてますよ、子供貯金狙われていた方ですね。離婚成立おめ。ロミオメールはうざいかもしれませんが、時々子供の情報を出して上で釣っておかないと養育費慰謝料の円滑な支払いのために必要ですよ。レスありがとうございます。弁護士は入れずに、お互いの両親同席で書面にしただけなんですよね。今からでも弁護士入れた方がいいでしょうか？正直つてがなくて、当たり外れがあると聞くとどうしていいのかわからなくて。子供の貯金は俺のだからそれが養育費だ。と言われましたよ。20万ちょっとしかないけど？って感じでした。おつ、養育費については公正証書化した方がいいよ。公正証書化しておけば給料の差し押さえとか簡単にできるからね。なんちゅう小さい男だ。我が子が大人になるまでの養育にいくらかかるか想像もできないのか。扶養再建一家と手が切れておめ。そこで無料相談とか30分5000円の相談ですよ。あと始末に弁護士使うのも戦術としてあり。この報告者徹底的に追い詰めてますね。まだまだ甘かったかな。うとめがいい人で、頭下げられて許しちゃったんですよね。いろいろ調べて公正証書化してみます。ありがとうございました。七市に戻ります。こんなケツの穴の小さい男が公正証書にサインするかのう。小さすぎて、マイクロメーターでも測れねえぜ。それでも元旦那がごねたら協定起こすのも一つの手。これなら弁護士なしでもいけるし。うまく成立したら裁判所が文書を作ってくれるし法的効力もある。費用も安いよ。印紙代とか切手代とかくらいがなかったかな？うろ覚えですまぬ。私はこの方法で離婚後に慰謝料もらいました。元旦那が金額でごねたから、協定に持ち込んだ。権力に弱い男も多いから、結構裁判所からの呼び出しってこらえるみたいよ。ただ不況に終わると後は裁判だからその辺はよく考えて。一回、二回くらいでは裁判に行かないとは思うけど。それから1ヶ月後、再び一致が書き込みに来ます。すみません、愚痴らせてください。以前はっちゃけすれでお世話になりました。子供の貯金を義実家のトイレにされそうになったものです。元乙女から弁護士経由で。孫に会いたい。と言われて、元乙女唯一の孫だし、彼らは何も悪くないし。と会うことにしました。条件として。元旦那とは会いたくない、話も嫌。2時間だけ。ということで決まりました。でも行ってみたら、元旦那もいた。顔を見た瞬間に帰ろうとしたんですが、子供を元乙女に奪われてしまいました。うわぁ。なんだって、死ん。旦那は、俺が悪かった。浮気は、お前が家にいなくてぐちゃぐちゃになったから仕方なかった。寂しかったんだ。子供に会いたい？とかいろいろ言われました。あんまり覚えてないけど、無理やり子供を奪い返して、帰ってきました。帰り際に元旦那から、お前だって今男いなくて寂しいだろ？こぶつきじゃ再婚できないよ。
本当ならお前が頭下げるのが筋だろ。と言われました。悔しかったけど早く帰りたかったので、一言も返さないで顔もそらして帰ってきました。元乙女はいい人たちだと思って油断しました。私はバカです。多分公正証書の話が弁護士から言って、焦ったんだと思います。やっぱり全額払う気なかったみたい。かなり怒ってるので、長文乱文すみません。おつ、結局夫と一連卓章の元ギリッカと仲良くなんて無理無理。仲良くできるくらいなら初めから離婚なんかにならないって。すっぱり綺麗に別れられる余裕持ってるよ。お前だって今男いなくて寂しいだろ。こぶつきが再婚できないよ。本当ならお前が頭下げるのが筋だろ。うわー殴っていいよこいつ。大変だったね。まあ議会から会わなくて済むようになったと考えて、元乙女とも元旦那のことは忘れましょう。ほんとバカ。実の息子と離婚して赤の他人になった元嫁とどっちが大事か乙女側になって考えやすぐわかることなのに。何も言い返さなかったのはグッジョブ。かまってやると脈ありと思うポジティブバカには虫が一番。お子さんは取り戻せたんだね。これで、約束を守れない連中だと証明できたんだから、違法に考えてすっぱり切れると思うよ。やっぱり物心を出した私がバカですね。正直元旦那のことはどうでもいいと思ってましたが、今かなり怒ってます。慰謝料養育費も無理なら減額も考えていたんですが、今日のことで吹っ飛びました。もう二度と物心は出しません。弁護士さんに厳重に抗議しておくことをお勧め。こちらの出した条件を守らなかった。子供を人質に取ろうとした。暴言を吐いた。この3点で、乙女もろとも面会権も不可でしょ。騙されたことも追加加味して慰謝料増やしちゃえ。でもって、人を騙すような輩は信頼できないから面会はもちろんのこと今後一切の接触も禁止、と。今度、元乙女がどうしても会いたいとか言ってきたら、そもそも祖父母には面会権がないので、今回のことで二度と会わせない、終了、な話だよ。乙女に会わせたのは一致のお情けだったのに裏切られたんだから。すみません。今日の影響か子供がすごくぐずる。全然寝ないし。会った場所は個室の料亭みたいなところ。部屋にはお茶があるだけで、元乙女は子供連れて隣の部屋に行った。取り返す時に隣の部屋に行ったら、4人分の料理とお子様ランチとケーキがあった。仲直りしてみんなで食事するつもりだったのかな。ひっくり返してくればよかった。弁護士は携帯が繋がらないからメールしておいた。厳重注意してもらって、二度と会わせないと伝えてもらうつもり。オツでした。何考えてんだろ。元木実家は、絶対やり直す気はないのにね。ちゃっちゃと弁護士さんに締めてもらって近づけないようにしてください。オツ、なんだかんだと言って呪いを持ち出すつもりだったんだね。ね、めでたく丸く収めて慰謝料養育費もキャラ、という計算だったと。最初から計画的だったんじゃん。よく子供を取り返せたと思うよ。その母としての勇気ね、バカ供を切っちゃえ。オツでした。子供さんゆっくり構ってあげてね。無事取り返せてよかった。ここで一致の書き込みは終わっています。両乙女かと思われた元乙女のまさかの裏切り。無事に子供を奪還できて本当に良かったです。その後が気になりますが、元乙女による裏切りを受け、義実家に対しての対応を改める旨を見せているため、無事に縁切りを果たせたと信じたいものです。一致と一致子に幸あれ。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。